小林幸彦は、地方競馬荒尾競馬場の元騎手。弟の小林浩二は、その田競馬所属の調教師。1963年大分県中津市にて出生。中津競馬場から自転車でわずか10分程度という、実家で生まれ育ち、騎手見習いをしていた中学の旧友に誘われて、競馬場に遊びに行った際、体育の小さかった小林を見た、調教師から、騎手になってみないか。 と声をかけられたのを契機に騎士を目指すようになる。小林は、その後1979年地方、競馬共用センターの騎手課程を終了。同年10月13日に、中津、杉本和幸厩社所属騎手として、デビューを果たし、2日後の15日に初勝利を記録している。なお同期には、佐賀の鮫島和也、川崎の金子正彦などがいる。以後、小林は、 中津記念3連覇や、中津ダービーの連覇のほか、有馬住夫とのリーディング争いを、幾度も繰り広げ1998.1999年と2年連続リーディング騎手を獲得するなど、中津競馬の中心騎手として活躍をする。しかし、通算2000勝を目前していた小林が、これから一番、競馬が面白くなってきそうな時と感じていた2001年、中津氏は累積赤字による、 経営難を理由に、中津競馬場の廃止を決定。この法を受け当初、よそも厳しく行く先はないかもと、現役引退も考えた小林であったが、同期デビュー生であった橋本光次郎が、荒尾で調教師をしていたつてを頼り、2001年7月より、荒尾競馬へと席を移し、現役を続行。中津廃止の2年ほど前より、九州競馬の連携が始まりた場の調教師。 騎手とのつながりできこれが、小林の遺跡を後押しする要因ともなっている。遺跡にあたり、荒尾は、中津よりも乗りやすいと評した、小林であるが、遺跡当初所属していた、橋本旧社が、業績不振により開業わずか4年で廃業するなど、起乗場に恵まれず、勝利数を停滞させる、厳しい時期があった中、�田旧社への所属変更を契機に再び勝ち倉を、 積み重ねるようになり2009年に通算2500勝を達成。翌2010年にはゴールデンジョッキーカップ出場を果たすなど、移籍後もその実績を伸ばしていた。しかし、その荒尾競馬場も2011年12月23日をもって廃止されることが決定し、同日をもって引退した。通算2665勝。ありがとうございます。